願いです。私の婚約者になってくれませんか？ちょっと、いきなり何言ってるんですか？兄ちゃん、この人知り合いじゃないよね？おう、違うよ。見ず知らずの人を婚約者にするわけ。お願いです。兄ちゃん、無視していこう。いいよ。もちろんいいよね。って、はい？いいんですか？おう。ちょっと、兄ちゃん！ありがとうございます。では、早速来ていただきたいところがあるんですけど。じゃあ、めんどくせえ。行こっか。はい。じゃあ、タクシーに乗ってください。行ってくるね、マモル。ちょっと待って！兄ちゃん！嘘だろ？兄ちゃん！ママレ君、お待たせしました。って、あれ？ご主人様はどちらに？赤の他人と婚約して、その婚約者に連れ去られちゃった。冗談ですよね。本当。すぐにご主人様を取り返しに行きましょう。何か危ないことに巻き込まれてるのかも。そうだね。本当に。ありがとうございます。助かりました。おお、大丈夫。俺も君の気持ちがわかるから、早く行かないとだもんね。そうなんですよ。すごいですね。事情を話してないのに察してくれるなんて。おお、もう全部わかってるよ。説明の手間が省けてありがたいです。申し遅れました。私、ナオって言います。俺はレオン。おお、ケンナオコなんだね。いや、ナオです。着きました。ここです。ここのレストランで食事をしてもらいます。なるほど。腹ごしらえするんだね。腹が減っては、弱さはできぬっていうもんね。それを言うなら戦です。弱さじゃ、宇宙航空研究開発機構ですよ。それに、戦じゃ、いや、戦といえば戦ですね。だよね。よし、たくさん食べ終わった。ありがたいです。そうやって自然に振る舞っていただけて。おう、なんでもないです。さあ、行きましょう。俺はレオン、26歳。今俺は婚約者になってるんだ。俺も婚約者を探してたから、ケンナオコの気持ちはかゆいくらいわかる。よかった、ケンナオコの力になれて。それに、美味しいもの食べれるなんて本当にラッキー。料理楽しみだな。きっとオネシャスだよね。デリシャスですよ。あ、いや、これも演技ですよね。すみません。お、よくわかんないけど大丈夫だよ。ケンナオコは何食べる？私は、お、ちょっとお花噛みに行ってくるね。お花摘み、つい突っ込んでしまう。でも、それも私のためにやってくれてるんだしね。いや、むしろ突っ込んだ方がいいのかな。お花かみ、お花かみ。おい、おい、俺？お前しかいないだろうが。おお、そっか。で、なんだよ。俺今おしっこで忙しいんだけど。しながらでも話せるだろ。どうしてもって言うならいいけど。うわ、こっち向こうとするな。そのまま向いたらかかるだろうが。だって顔見ないで話すのは失礼でしょ。俺でも知ってるよ。そのままでいい、そのままでいいから。別に失礼じゃないから。おお、お、君がいいならいいけど。お前、あの女とはどういう関係だ？あの女？ああ、一緒にこのレストランに来てるナオって女のことだよ。おお、ケンナオコのことか。ケンナオコでしょ。まあ、とにかくその女との関係を教えろ。婚約者。婚約者？それは本当なんだろうな。本当だよ。俺は婚約者なの。そうか。で、それがどうかしたの？それだけだ。お、待って！言っちゃった。言いたいことあったのに。でもあの人何だったんだろう。ケンナオコのファンとかかな。まあ気にしないでいいや。お待たせ、状況はアメリカの国旗。お帰りなさい。お、お酒とか飲む？いや、お酒は。でも、お酒を飲んでいた方が自然か。はい、飲みます。お、わかった。
俺のおすすめでもいい。あ、はい。じゃあ店員さん、カルピス濃いめで2つお願いします。え？どうかしたの？カルピス？今お酒って？知らないよ。カルピスはお酒なんだよ。だってね、俺たまに飲みすぎて気持ち悪くなるもん。それは飲みすぎなだけじゃ。それにね、スモモ様のカルピス飲むとちょっとだけでもお腹痛くなるし。スモモ様？おう、スモモ様は神様なの。まあいいです、私もカルピスで。数分後。すみません、私もお手洗いに。いってらっしゃい。料理とカルピスまだかな。お客様、こちら本日のお会計となります。え、お会計？まだ料理来てないよ。そちらのお会計をご覧ください。え、どうしたんだろう、間違えちゃったのかな、それとも先払いとか。そして俺がカンペを見てると、え、女から逃げろ。早く逃げた方がいいです、あの女が帰ってくる前に。どういうこと？あの女は非常に卑怯な人間なんです。私から運命の人を奪おうとしていました。それができないと知り、諦めてあなたと婚約を結んだようです。そんな人と結婚したらあなたが不幸になります。悪いことは言いません、婚約破棄してください。婚約を取り消すって婚約者じゃなくなるってこと？そうです、わかりましたね。必ず婚約は破棄してください。戻りました。って、あなたはカレンさん？久しぶりですね、泥棒猫のナオさん。だから違いますって、私は泥棒猫では。ほら、この通り他に婚約者がいるじゃないですか。翔太さんが手に入らないから諦めてこの人を婚約者にしたんですよね。でも残念、あなたの婚約者にあなたの本性を告げちゃいましたから。卑怯者の泥棒猫だって。私の男に手を出したあなたのこと、翔太さんを諦めたからといって許しませんから。もういいじゃないですか、翔太さんにはもう会ったりしてませんから。いいわけないでしょ。地獄に落とすまで私あなたのこと追い込みますから。とりあえずあなたが勤めてる会社、噂工業から追い出してあげます。ちょっと待ってください。それは待ちませんよ。私の男に手を出したんですから。名家と呼ばれる花ヶ崎家の人間の男を奪おうとするからこんなことになるんです。さてと、噂工業の社長に早速電話を。やめてください、お願いです。私母が病気で、その入院代を稼ぐためにも会社を辞めるわけには。そんなの私には関係ありません、辞めさせちゃいますから。お願いです。ん？あれ、電話中？まあいいです、後でかけ直しますから。少し寿命が伸びましたね。もしもし。おお、健直子のこと絶対にやめさせないでね。おお、大丈夫、守るから。大丈夫だよ健直子、噂工業の社長やめさせないって。え、何をおっしゃってるんですか？今ね、俺噂工業の社長さんと電話してんの。そんな面白くない冗談。ほら。え、本当に噂工業の社長？社長？こんにちは花ヶ崎さん。まさか本当に電話してるとは。ま、都合がいいです。噂工業の社長さん、今すぐこの女を解雇してください。それは無理ですね。なんですって？社長、私の命令に逆らうってことは花ヶ崎に逆らうってこと。どうなるか分かってるの？潰しますよ。花ヶ崎家とはできたら良好な関係を続けたかったんですが、まあ逆らうってことです、潰れませんしね。潰れないじゃなくて、うちが潰すの。あなたも分かってますよね、うちの力を。はい、それは十分存じ上げております。ならどうして？天下のうぐもりグループがそんなことはさせないと約束してくれましたので。うぐもりグループが？いや、
噂工業と鵜久森グループにつながりはないはず。今できたんです、つながりが。はい？ねえ、鵜久森レオン社長。おう、鵜久森レオン？え？鵜久森グループの社長さん？おう、そうだよ、俺鵜久森レオン。嘘、ナオさんの婚約者鵜久森レオンだったんですか？社長さんもケンナオコもうちが守るから安心して。二人にひどいことしようとしたら俺とっても怒るからね。鵜久森グループを怒らせるわけにはいかない、いくら花ヶ崎家とはいえ。ねえ、それより料理まだ？濃いめのカルピスもお願いね。今持ってきます。ありがとうございます、レオンさん。本当になんてお礼すればいいやら。おい、カルピス頼んだくらいで大げさだよ。いや、そのことじゃなくて。その後、俺たちはたらふく美味しい料理を食べて、カルピスをたくさん飲んだ。うわー、美味しかった。でもカルピス飲みすぎてちょっと気持ち悪い。よし、腹ごしらえも済んだし、そろそろ行こっか。そうですね、付き合ってくれて助けてくれてありがとうございました。お、何言ってんの、こっからでしょ。え？早くゴールに行かないと。ゴール？はあはあはあ、兄ちゃん、やっと見つけた。ご主人様、聞きましたよ。婚約者はフィアンセです、フィナンシェじゃないですから。おい、違うの？何の話ですか？あれれ、じゃあもしかしてケンナオコは借り物競争してなかったの？はい？おお、そっか。俺ずっとケンナオコも借り物競争でフィナンシェ借りてこないといけないって勘違いしてたんだよね。あのね、師匠、スモモ様、メイ先生、あそぼー。ごめんね、レオンくん。リンたちおやつの時間だから一回帰るんだ。また遊ぼう。おえぇ、せっかくみんなと遊ぶために会議抜け出してきたのに。なんでこんな人が社長なんだろう。あ、いいこと思いついた。うん、きっとろくなことじゃないね。借り物競争ならやってやります。借り物競争やる、やりたい。これでレオンにおやつ持ってきてもらおうぜ。なるほど、それは名案だね。あれれ、めいちゃんも悪い顔になったよ。何がいい？フィナンシェがいいかな。フィナンシェ？フィナンシェ、洋菓子だよ。決まった、レオンが借りてくるのはフィナンシェ。すぐ持ってくるまーす。お、わかった、それ知ってるよ、婚約者だよね。じゃあ行ってくる。婚約者はフィナンシェじゃなくてフィアンセって聞いてないね。あいつはもう期待できねえ。おやつ食べに帰ります。レオンくん、どんまい。それでね、俺と一緒のものをケンナオコも借りてこないといけないんだって思ってたの。じゃあ全部演技じゃなかったんですか？私、てっきりレオンさんは全部察して抜けてる婚約者のふりをしてくれてるのかと。兄ちゃんが抜けてるのは天然です。婚約者のふりとは？実は私には翔太さんという好きな人がいて、おそらく両思いなんですけど、その翔太さんに花ヶ崎家の方が一目惚れしたらしく、翔太さんと仲のいい私はあの手この手を使って嫌がらせをされていたんです。私は病気の母のこともあって、下手したら会社を辞めさせられるかもしれない、それは困る、そう思って翔太さんのことを諦めたんですが、それを花ヶ崎家の方は信じてくれず、レオンさんに婚約者のふりをしてもらって、その方が経営するレストランに伺い、翔太さんのことを本当に諦めたと分からせようとしたんです。おーね、兄ちゃん全然分かってないでしょ。それはひどいですね。でもどうしてあんなに焦って兄ちゃんを連れてったんですか？もともと婚約者のふりを頼んでいた方が急な事故に遭って来れなくなってしまったんです。それで。なるほど、そういうことだったんですね。いろいろと申し訳ありませんでした。いいえ、悪いのは花ヶ崎家の方ですよ。
すぐに私たちでどうにかしましょう。あ、でももう大丈夫なんです。レオンさんが全部解決してくれましたから。わあ、すごいね兄ちゃん。さすがですご主人様。そうだ、そんなことよりフィアンセ、フィアンセ探さないと。俺フィアンセ探してくる。だから兄ちゃん、フィナンシェだから。洋菓子屋さんに行けば。フィアンセだったら私が。アナコさん、心の声が漏れてるよ。なんだ、アナコがフィアンセだったんだね。アナコ、じゃあ行こっか。え、ご主人様。ちょっと兄ちゃん。まあ、でも面白い方ですねレオンさんって。そうなんですよね、めちゃくちゃなんですけど、人を救ったり人を変えたりできる俺の自慢の兄なんです。とりあえず兄ちゃん捕まえてきます。翔太さんのこと諦めないでくださいね。何かあったらすぐに力になります。花ヶ崎家なんかに邪魔させないですから。ありがとうございます。その後、花ヶ崎家の人から頼んでないのに慰謝料もらえた。剣直子ももらえたみたい。そういえばレストラン代もタダになったんだよね。どうしてだろう。まあいっか。それと剣直子は翔太って人がフィアンセになったみたい。おーい、師匠たち、フィアンセ持ってきたよ。あれれ、レオンくんと花子ちゃん。なんだ、のろけに来たのか。え、花子、レオンと結婚するの大丈夫？考え直した方がいいんじゃない？いや、結婚しないです。もしそうなっても考え直したりはしませんが。で、レオン、どういうこと？借り物競争でフィアンセ持ってきてって言ってたでしょ。だから持ってきたんだよ。これでゴールできるでしょ。ゴールどこ？レオンくん、まだやってたんだね。そんなこと、もうとっくに忘れてたよ。ゴールはワイハー。わかった、行ってくるね。行こう、花子。スマモ、新婚旅行ついでに。いや、勘違いしてるだけ。知ってるまーす、花子が喜びそうだったから。スマモちゃんは優しいね。あれ、ハワイのどこだろう、ゴール。花子、一緒に探そう。はい、やった、ご主人様と二人でハワイ旅行。兄ちゃん、花子さん、どこ？マモルくん、レオンくんはハワイだよ。ええー